お話を伺うのは寺本敦さんです。よろしくお願いいたします。いいますさあ、それでは本日のお題をお願いいたします。えげんです。仏様のまなこというのは偽物を偽物だと見破る真実のまなこ。自分が知っている自分というのは、うん、自分の都合で見た自分でしかなくて。そうですね。自分は。 ちゃんと物が見れてるって思ってるその出発点からどうも怪しいぞとエげンが見破ってくださるということがこうあります自分だけは間違いないと思ってるその心が自分の幸せは自分の思ってることで間違いないというそういうところに行き着いてしまいますですから 都都合合がが悪いいいここととを遠ざけて、いい手に入れる。つまり思い通りになるということが幸せだと疑わず幸せを求めながら幸せになれない生き方をしてしまうということですね。お釈迦様はそのことを天上界え思い通りになった世界を天上界お釈迦様すごいなと思うのは天上界も迷いだと見抜いてくださった思い通りになることも迷いだと。 見抜いてくださったそのことは言われてみるとそうなんですが、うん、なかなか私ののの中からは出てこなないものの見方だな、うん、仏説漢無量儒教というお経があるんですがこの中に「王社城」というお城でアジャセという皇太子がまあ簡単に言うとクーデターを起こして<ー>そして父親を牢獄に閉じ込めて餓死させ<う>そして自分が王になっていこうと。 する事件が起きます、うん、で、そこに息子を父殺しにしてはならんまたは夫に死なれては困るという偉大家というお妃様がこっそり食べ物を運ぶんです、うん、そのことが息子にバレてしまいます、うん、そうすると偉大家さんもお城の一室に監禁状態になるんです<ー>閉じ込められるまでの偉大家さんは それこそお妃として私たちが普段思うような思い通りの幸せを全部手に入れてるような生活でしたそれが監禁状態になったら泣き暮らすわけです伊大池さんは夫である王様と一緒によくお釈迦様のご説法の座には座っておられたんですそこで伊大池さんはご縁があったお釈迦様にお釈迦様助けてくださいという 声を聞いてお釈迦様は自ら井田池さんの前に現れます<ー>お経の中ではそのことを真の初念をししめしてと出てきます、うん、真というのは心です、うん、初念というのは心の奥深いところで働いている思いつまりどういうことかというと井田池さんの表面には慰めてほしいと。うん、つまりもうこんな悲しいの嫌やから もっとゆったりした生活に戻りたいという願いでしょうけどお釈迦様はその偉大家さんの姿を見て今までは知識教養で教えを聞いておられたけれども今こそ人生の意味を仏様の教えに問うという偉大家さんの心が奥深いところで働いていると見抜かれたわけですねうそういうことがえげんということとしていただけるところです インターネット等で若い人たちが「親ガチャ」というようなことをこう言われますね。うんうん、聞いたことありますあのガチャガチャみたいな当たり外れみたいなそう,そ,うそうです,そうです <laughs> あの自分がこの親に生まれてきたのはもうう当たりだだ外れだみたいな <laughs> そうですそう自分の生まれは自分の責任じゃないと親が勝手に産んだんだと表面にはそうですが奥深いところでは「うん 本当は満足したいんだとだから親ガチャということを言い出した若い人はきっと、うん、お自分は当たりだったなって言った人思った人が言ったことではないだろうなそうですね、うん、あ自分がもう外れ親を引いちゃったっていうことなんでしょうね <laughs>、うんうん、思い通りにならないから。でもおそういうことを言い出さなければならんそれこそ。 心の初年真の初年というところを尋ねるとやっぱり本当に満足したいんだと、うんうん、それなのにってお親のせいにしてしまうというようなことが、そこにこうあるのかなってこのこ頃はだいぶ見かけなくなりましたけど、暴走族って、まあ、この頃は族じゃなくても一人で結構もう、ウォ <laughs>、ね、ンウォ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 ンとンをふかしてですねうん、うん、走ってる若者がいます。 私も若い頃バイクに乗ってたんでバイクもっと大切にしてほしいなって、ね、エンジンジ痛むよなそういう視点で見るわけですか、ね、そ,そ,そういうのついつい起こってくるんですがでもそれもその本当に大きな音や、うん、あの蛇行運転やスピードを出したいだけなら、うん、人里離れた山奥でも構わないわけですけどわざわざ街中でそれをするっていうのは、うん、これはうるさいぞ いい加減にしろって、怒ってもいいから、僕の方を見てよと。いう、注目して、僕はここにいるんだっていう叫びとして、その。ウォンウォンウォンが、私には聞こえて、こうくる。いや、そういう話聞くと、そのウォンウォンっていうのは。あの、叫び声や、鳴き声。に聞こえてきますよね。切ないですね。それはね。で、そういうことが仏様が。 私たちの表面の心だけじゃなくて憶測で働いている心として見破ってくださっている、うん、そういうことがこうあろうかと思いますちなみにその先ほどの例え話そのお母さんのところに仏様が現れてきました、うんうん、その後どうなったんですかそれで丁寧に教えを説かれます宗教的にも道徳的にも大切なことを精一杯しなさいとただそこでもう一つ大切なのは、うん そういうことを精一杯するけど出来高とか結果は問わないよとそのことが自分の人生を大切にすることになるんだとうんでそういうことを常に教えてくださるのがお念仏だと言ってお念仏の教えを説かれて伊大家さんはお念仏の教えをいただく人となってこれから後の人たちはどうなんでしょうと他の人の救いまで心配されるような。う 方となりました。うん、夫は結局それで餓死しちゃうんですか?。お釈迦様のお弟子が。ご説法に来られてて。うん、牢獄の中でも。心穏やかに。過ごしておられたんです。アジャセには。それが気に食わなくて。うん、とうとう。最後には。あ。家来を。差し向けて。殺してしまいます。お父さんも。はい。その息子さんには救いはなかったんですかね。あ。それは。涅槃経というお経に出てくるんですが。ええ やはり父を殺してまでなったおですが、うんうん、非常にそのことが心に刺さって残忌、うん、という心が起こってきます恥ずかしいな申し訳ないなというそのことに苛まれて病気になってしまいます申し訳なかったという心が起こったということは非常に大切なことですね、うん、つまり、えー、私たちついついこう自分の都合の悪いことは 言い訳をして、うん、でと、うん、でもアジャセさんは父を殺してでも王になって自分が権力者になるんだという思いはあったんですけどなってみると、うん、それはもう言い訳ができるようなことじゃなかったなと、うん、そうするとおそう悩んでるアジャセさんのもとに亡くなったあお父さんが「お釈迦様のところに行け」と。 進めてくださるような場面も出てきますそれはそのお父さんの愛というか、うん、それもなんか素敵ですね、えー、そうですねお釈迦様は阿ジャセが本当に自分の人生いただくということがないと自分は涅槃に入れないと言いながらご説法をされて阿、えー、ジャセさんも最後には救われる 我々が抱いているというか思っている幸せって意外とそうやってでも手に入れてしまうと実はつまんないもんなんだよっていうことをある意味教えてくれるような気がしますねそうですね、うん、天上界思い通りになるということが実は迷いの種だったそこに気づくときにあ思い通りの幸せ好きやけど 偽物だなと真実の眼に見破られるということがあるのかなといただくようなことですとっても人員といたしました、はい、本日はどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございました